プライスコブはアメリカ人レーシングドライバーである。コブは1970年代中盤よりフォーミュラアトランティックに参戦し、ケケロズベルグ、ジルビル・ヌーブ、ボビー・レイ・ホールらと争った。シリーズランキングのベストはキャスクとイムッサで分裂開催となった1976年のイムッサシリーズでの2位、それ以外のシーズンは1978年の3位だった。 1980年代、コブは、スポーツカーレースに、主な活動の場を求め、イムスサ GT シリーズなどに参戦した。1985年には、ロブダイソンのチームより、イムスサ GTP クラスへの参戦を開始し、ポルシェ962で数度の勝利を挙げた。1989年、コブは、ジャガーチームに移籍し、同チームより、 イムッサ GTP トルマン24時間レースへ参戦した。コブはジャガーでもイムッサでの勝利を挙げることには成功したが、当時はジェフ・ブラバムラのドライブする日産 GTP ZXT が圧倒的に強くチャンピオンを争うことはできなかった。1990年にはジョン・ニール・セン、マーティン・ブランドルと組み、2月のデートナ24時間レースに出場しに入り、 ジャガーの1から2フィニッシュに貢献した。また、同トリオで、同年6月のルマン24時間レースで勝利を挙げた。ありがとうございます。